兵、この度は芸州広島まで大儀であるが、時に異彩心得ておるか。はっ、しかと心得ております。いや、そちは心得たつもりであろうが、相手の福島正則という御仁なうての死後、ちと酒癖が悪いぞ。はばかりながら殿、修羅を恐れる他兵ではござりません。お、それはそうじゃ、土台その方が修羅であった。そじゃ芸州広島まで酒を飲みに参るのではないぞ。昨年の正月、この筑前福岡まで広島からわざわざ年賀の使者を立てられた福島殿へ、今年はこちらからその方世の名代として参るのじゃ。よいな、行って帰るまでは断じて酒を飲んでは相ならんぞ。うりゃまたひどい。何がひどい。余がそちに命ずるのじゃ、使命である。心して言ってまいれよ。ご使命とあらばぜひもござりません。それでは他兵、酒も飲まぬ泣き泣きてまいります。青柳
まやり越えてゆく先は赤間足屋の足早く小倉の私が海上さんに船を求める下の席彼方に早すぎる道を急げえばつつがなく秋の宮島右に見て着いたところが広島の空にそびえる私は黒岳の森高えなるか遠路はるばる大義であった夜が福島正則黒田殿はお達者かおやほらだいぶご名手じゃ主君長政おかげをもちまして至極壮健にござります。それは何よりやる。ああ、くつろいでくれ。見る通り折からの主演中じゃ。たすまる。遠来の客をねぎろう杯じゃ。黒岳のご使者に杯を使わせ。ちさいのではならんぞ、ちさいのでは。七合入りの杯を使わせありがたきお言葉にござりまするが手前生来の下戸酒は大の嫌いにて一滴もいただけませんはてな黒岳の森多平は酒豪であるどこぞで聞いたような気がするぞ何とぞあしからずご勘弁のほどが願わしゅ黙れたけこれが平時の主席ゆえこと穏やかに済む者の人と違うて戦場なれば何とする戦場なれば敵の軍隊将に槍を突きつけられ拙者は槍は嫌いでござる部長法平にご容赦に預かりたいと敵に後ろを見せて逃げられると思うかたわけそちが飲めぬとあるを無理にとは申さんその代わりどうじゃ兜を脱いで恐れ入りましたと降参をせえ覚悟をす福島正則の軍門に下れ兼ねて噂に聞いてはいたがなる
ほど修羅の福島ならぬ今の一言こと卑しくも黒田家の名代たる身の森田家に兜を脱いで軍門に下りなどとは肩払いたい覚えておれよ福島公そちらがその気であるならばこちらも修羅酒くせえの悪さじゃ誰にも負けはせぬ一つ違えば我が腹は殿へは申し訳七合入りの杯は片手で飲んでああ恐れながら申し上げます。敵の軍隊将に七合入りの杯を突きつけられて降参したとありましては黒田武士の面目相立ちません。かなわぬまでもこの場を戦場と心得酒と討ち死にいたす覚悟にござり、いざお杯を賜りとうござります。よくぞ申した。これ、武井に杯に急げ。どうじゃ、武井。下戸のそちがその杯についだ酒、見事に飲んだ暁は、そちが欲しいと思うもの、何なりとも褒美に使わすであろうぞ。しからば殿、武井めにご褒美が、いただけるのでござりまするか。念を押すな念を。武士の言葉に二言はない。ただしくどいようじゃがそれなる大敗なみなみとついだ酒しずくもあまさずのみほせは面倒なり三杯ご杯といただこう。最前よりも両岸に焼き付くように映っている品がすぐそれそこにある。いただきましょうと膝折り直し飲みも飲んどり八杯の杯傾けああ
森と意外なごちそうに預かりまして、千番かたじけのござる。たげ、下戸にしては見事であるぞ。何が下戸なものか。黒だけでも指折りの大酒飲み、今日は命がけで飲んだ酒、これは見事に違いがなかった。たけ、先ほどの約束じゃ。褒美は何が欲しいか。しからば遠慮なく申し上げる。恐れながら殿の御後ろ投げしにかかりあります。あれなる槍をいただきとうござります。これか。これはならんぞ。これは別じゃ。話に聞いておるであろう。太閤殿下より賜ったる我が家の宝じゃ、日本号じゃ。その無理を言うな、無理を。他の者にいたせ。他の者を何なり。おい殿、さようなわけには参りません。これが平治の主席ゆえ、住む者の一つ違うて戦場ならば、いかが処罰すおつもりじゃ。敵の大将に槍突きつけられ、拙者は槍が嫌いでござる。部長を日にご容赦くだされと、敵に後ろを見せて逃げられまするか。やれぬとあろう無理やりにいただきたいとは申しません。ただし殿、兜を脱いで軍門に下りたもんか、潔く。いや、こりゃ酒の上とはいえつまらぬことを言うてしもうた。我が身で言うた言葉に我が身を詰めるとはこのことか。
ああ残念、返す返すも無念。泣き出すわけにはいかない。武士の言葉に二言はない。いかにもこの槍そちに潔くくれくれてやるから待ってゆけ。福島公が地団打踏んで悔しがり、下戸の武井があれだけの酒を飲んだる上からは必ず途中で眠るであろう。眠るを待ってあの槍を他の槍にすり替えてこい。したと若侍が五六人代わりの槍を携えて後を追いかけてみたけれど、眠るどころか晴れ晴れと馬上に歌う。姿帰る様子をちらり見てにっこり笑った森田兵、駒を急がせ服を変え、意気揚々と引き上げる。これは題して黒田主。